最後はエンディングテーマ僕がエンディングテーマを含んで、え、これ12ですか？あ、12で最後です。あ、最後で、うちらがソロでし、いや、ソロじゃない、いや、ソロじゃなくて、いや、僕がエンディングテーマを含んで、まあ、誰が出てきてもらってもいいんで、あの、まあ、僕に合わせてもいいし、合わせなくて、ガーッとやっても、もう自由です。じゃあ全員参加しましょうか。そうしましょうか。一人ずつ、一人ずつ、ね、そんな長くできるのか、いや、わかんないですね。ちょっとそれは考えてなかった。5秒ぐらい。5秒ぐらい。すごいな。そうそう。でも、変わってくの面白い。適当に、僕はずっといるので、もう適当に入ってください。頑張って長く吹いてください。適当に、はい、あの、入りたかったできる。いや、そうそう。ユーストリームのやつをね、クロモさんが出したんですよ。うん、それリアルタイムでしたね。で、ほんまそれちょっとクロモさんの企画持ってきたら、タイトルするのをやるとか。そうなんですか。ついに世界で配信。こっちも二台やってんの。なんでクロモさんこれか似てるんですか。ストーリーで。いや、そこね、下に出てるんですよ。下のところ、下に出てるんですよ。下に出てるんですよ。さっき見た3人です。1人あそこでしょ。そう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 。だからでもあと2人見てるんですよ。誰か見てるんですよ。ピアノとか入ったの。いや、1人ずつは入ってくねえやろ。そやから1人ずつ。でもスタンバイしてた方がいい。ああ、そうだね。ちょっと座っといて。ピアニスト全員座っといて。ギタリストも全員、もう全員楽器のそばに行っておいて。楽をしないようにした。なるほど。なるほど。ちょっと見つけておいて。ちょっと見つけておいて。じゃあ時計回りで。あと、時計回りでこう抜けていこうか。疲労状態。窓かからデュオでガーンとこう時計回りでデュオ状態で抜けていく。あの収集使えへんのあるから絶対デュオね。絶対デュオで。時計回りね。適当に時計回りで。ピアノしかないんで。はい、行きます。はい、どうぞ。宇宙空間の膨張で、突然地球は砕け、世界は終わる。何もかもが宇宙に投げ飛ばされ、あらゆるものが燃えて消えてなくなる。ところが国の任務により地球で冷凍保存されていたマイケルは奇跡的に生き残り、宇宙に投げ飛ばされ、知らぬうちにサイボーグ化されていた体で生き残った。マイケルにはここが夢なのか現実なのかもわからなかった。この時マイケルは父親に教わった時間は繰り返すという言葉を思い出した。もしもここが現実ならば、また同じようにいずれ誕生するであろう地球を見守ろう、そしていつか生まれるはずの自分の姿をこの目で見ようと思った。